毎日ブログ生活1063日目、日体大ラグビー部の活躍を見て久しぶりに出す瞬間接着剤はどのように保管すべきかを考えてみました。今では娘の方がたくさん食べるようになった。久留米でボンドを専門に販売している末慎子と末安慎二です。エースボンド共通言語、主体変容、自分を変えて相手を変える、自分が変われば世界が変わる、敵は誰ですか？自分です。今日も張り切ってお願いします。今日のお題は瞬間接着剤の保管方法は、関東大学ラグビー対抗戦グループ日体大35対筑波大17となり、日体大が勝利し5位となりました。13期ぶりに大学選手権出場を決めた。後輩たちをよくやった、おめでとう。大学選手権も大いに暴れてくれ。久しぶりの大学選手権を楽しんでもらいたいものです。接着剤も久しぶりに使うと固まっていることが多いです。特に瞬間接着剤。ちょっと使って必ず残ってしまいます。そのままにしていると次に使うときは固まっていることが多いです。ではこの固まった瞬間接着剤を復活させる方法はあるのか。チチ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 、ブー、ありません。一度固まった接着剤はもう二度と元の液状には戻りません。無理やり開けると破損する恐れがあるので諦めて買い直してください。では無駄にせず使い切るにはどうしたらよいか、長持ちさせる方法をお話しします。ブログでも何度もお伝えしておりますが、使い終わったら冷蔵庫の中での保管がベストです。瞬間接着剤は水分と反応することで固まるので、水分の少ない冷蔵庫の中が一番いいんです。瞬間接着剤の主成分シアノアクリルレートは空気中や接着面の水分と反応して固まることで接着します。冷蔵庫の中は湿度が 30% ほどの低さに保たれているので、保管にはもってこいの条件なのです。エースボンドの冷蔵庫にも瞬間接着剤が30種類ほど入っています。たくさん入っていますね。注意点が1つ、冷蔵庫から出してすぐに使うと容器が結露して接着剤が固まる恐れがあります。常温に戻してから使用してください。先端についた接着剤をティッシュや布巾、作業用手袋など染み込みやすいもので拭くと発熱の恐れがあるため NG です。蓋をしっかりと閉めたら冷蔵庫で保管する。今日の一品です。餃子はビスブラ、ベニトラ餃子棒のゆずネギポン酢。お腹いっぱい。ではまた。末慎でした。